ゲーミング PC をね今探してて、候補はレイザーブレードステルスのサティ、サーフェスのブック3、エイスースのゼフィロスジボティ。あの僕の中でディスプレイの解像度がとにかく重要で、レイザーブレード13ディスプレイが 4K、 多分今僕の中で一番リードがしてるマシンですね。情報募集してます、よろしくお願いします。あの僕の PC をコーディネートしてください、よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。IGN ジャパンの副編集長をやってる今井と申します。IGN ジャパンはですね、国際的な、ゲームとエンターテインメントのニュースネットワークなんですけど、まあ、私は、まあ、主にゲームに関していろいろ、編集とか動画に出たり、いろいろやってます。はい。仕事柄、ゲーミング PC とかに関わることはやっぱ多くて、いろんなメーカーのものを触ってはいますね。素直な感想ですね。まあ、やっぱりご本人でも言ってる通り、欲張りすぎですね。まず一番の難点はその 4K にこだわるっていうところがちょっと難しいかなと思いました。 4K を安定して動かすっていうのは結構なハイカロリーなことで、 4K せっかく買ったんだけどゲームでは 4K ほとんど使えないよっていうことは実際にありますし、やっぱりその宝の持ち腐れになるってことはあるので、例えばまあ一番最後に挙げたログとかではそれが可能だと思うんですけど、その自分の PC のモニターは別に 1080p でいいけど外部出力するときは 4K で見るとか、そういう使い方はまだ現実的だと思いますね。一応普通に3つの候補に上がってる一番最後のリパブリックオブゲーミングのブランドはかなりのコスパですね。あれは検討に入れてもいいんじゃないかと思いました。ネックがあるとすると、どうしてもそのインチが小さい以上モニターは小さいですよね。ただそれはあんま考えなくてもいいかなと。モニターは別付けで家で使って、外はあれをそのまま運ぶっていうんだったら現実的なんで、3つ挙げた中ではもうあれがもうゲーマー目線で見れば一点外、もうサーフィスはぶっちゃけありえない。ゲーマー目線で言うとですよ。あくまでも。ゲーマー目線で言うと。そこは間違いないです。まあ、完全にそのスペックですよね。もちろんビジネスでサーフェスは全然僕も使いたいけど、ゲーマー目線で見ると必然的に3番目になっちゃうかな。レーザーステルスは、もっとお金出せばいいのがあるんで、いいやつを買うんだったらともかく、1065かな。グラフィックボードは少し、サイバーパンクやるにするとちょっと悲しい感じですね。ただレーザーの良さは僕も全然分かってて、ステルスは本当に洗練されてきました。最初出た時こんなめちゃくちゃな PC よく作ったなっていう無茶しやがってって気分だったんですよ。実際にめちゃくちゃ熱く なりましたけど、ただ今のステルスは本当に製品として良くなってくるから、あれはもう MacBook とかと同じラインだと思ってくれればいいと思います。サイバーパンクをハイクオリティでやりたいっていうのはまず妥協するべきなのは、重さとかポータビリティですね。諦めてください。2キロ以上は覚悟しましょう。ポータブル性を結構意識すると、結果的にやっぱ電力が減るし、結果的にグラフィックボードのそのスペックは下がっちゃうんですね。ポータブル性とスペック、そのグラフィックの要求っていうのは完全にトレードオフなので、頑張って重い PC を持ってください。そう、あと AC アダプター付き。いけないとビデオカードのスペックは発揮されないので、AC アダプターの重さもすごい重要なんですね。まあ、ただ僕の経験からすると、一旦慣れてしまえば3キロまではいけますね。逆に言うと、重さっていうのは自分の体格とか筋力とかでカバーできるんだけど、グラフィックボードの性能とかはカバーできないですし。まあ、この辺からはまあ、だいぶ趣味になってきますけど、まあ、17インチまで行くと、まあ、エイリアンウェダーとか、HP のオーメンとかの17インチのハイスペックのものになると、2070ぐらいまでは多分詰めるので、相当いいものは買えますね。ただし、まあ、本当に重いと思いますね。もうちょっと、例えば、おとなしめの見た目、ビジネスでもちょっと使いたいってなると、レノボのレギオンというブランドは、比較的見た目とかはおとなしめなんで、なんかビジネス使っても違和感はない。17インチもあるし、まあ、15インチでも十分かなとは思いますね。はい。はい、そうですね。とりあえず、体を鍛えよう。逆に言うと、今ゲーミングバックパックっていう商品もあります。ゲーミング PC を積むためのバックパックで、これがよくできてて、3キロぐらいだったら気になりません。レーザーのバック僕愛用してるんですけど、非常に使い勝手が良くて、別にゲーマーじゃない人にもおすすめですけど、とか、あとエイリアンウェアとかにもいろいろバックパックが揃ってるんで、それと一緒に買うことをおすすめします。ちゃんと背負えば軽いですよ。